I was looking at co-op, so no one playing four player co-op. It was only two co-ops or three. Alrighty then, let's carry on to the Holy City, peoples. Whoa! Look, there it is. I think that's it over there. Whoa, do we get these big dudes? Oh my god, they burst out to me! Get away! Hey! What? Plus, you know that Kitchener was gonna hate on those characters. Cause I even just like, I'm like, damn, just leave that bitch there and let her die. So put some more cells on it. We're here. So, what did we learn? So, what did we learn? I forgot how weird her name was. I thought they were being married in that one place. ゼロム氷兵が破れるなど。これが相馬の決勝騎士の力なのか。おい、貴様。はい。貴様、バレイヤ教徒の身にありながら決勝騎士に関して提供できる情報はこの程度か。貴様のデータ間違いではないのか。違います。こいつらはテートの教会で暴れた民間の相馬使いどもなんですよ。 あら、お話し中すみませんけど、どうして教会の方が軍とご一緒なのかしら。どうやら教会に内通者がいるみてえだな。大丈夫か？破損箇所があれば申告しろ。 通常行動に支障はないようだな。ありがとうございます、皆さん。なんとお礼を言っていいか。私たちはプランスールに行こうとしていただけなのに、突然兵士が襲いかかってきて。ああ、軍が私たちのような商人まで襲うなんて。今プランスールはヤバいんだ。引き返した方がいいと思うよ。てか、本当は僕も引き返したい。それはできません。
教会の救護員に特別な治療薬を届ける依頼を受けているのです。薬を待っている患者さんのために一刻も早くお届けしないと。病気の人のために薬よ。そっか。分かったよ、オーブさん。じゃあ、物騒だから一緒に行こう。 Be their security guards. Yoshi, Mimoto wa tashika na yō da. Tore. Gun no fūsa ni taikō shite, kyōkai mo kenmon o hajimeta mitai ne. Masa ni rinsen taisei tte wa ke ga. ってことは教会に喧嘩を売った僕らじゃ入れてもらえるわけないよ。ここは思い切って帰ろう。自分は強行突破でも問題ない。No, dude. この中に身を隠せるだろう。え？その荷は四年石で凍らせた特殊な治療薬なので、自分なら問題ない。キャラバン商人のオーブか。随分と人数が多いようだな。はい。 おかげさまで商売がうまくいっておりまして、従業員を増やしました。オーブは古くから教会に出入りしている商人だ。信用してよかろう。通れ。待て。一応荷を改めさせてもらうぞ。それは今回の荷は特別な治療薬でして四年石で凍らせてあるのですが、すりなら見せてもらって構わんだろう。まさか 武器や帝国軍の兵士を隠しているわけでもあるまい。この薬は一度荷を開くとダメになってしまうのですが、ご命令ならば従いましょう。どうぞ存分にお調べください。私もバレイヤ教の信者、教会の救護院で薬を待つ私の娘が苦しみ続けようとも神の試練として受け入れます。え、イネス子供がいたの？ You idiot! Shut up! ご婦人の娘が教会の救護員に。はい。難病で寝たきりなのです。この薬なら娘の笑顔を取り戻せるという希望にすがって無理を重ねてここまで来ました。仕方ありません。ただ娘の苦しみを変わってやれないことだけは 神をお恨みしてしまうのです。どうかお許しください。ご婦人、それは親として当然の思い。神もきっとお許しくださるはずだ。行け。早く薬を娘に届けてやるがいい。ありがとうございます。 Oh my goodness. 案外簡単に取れちゃったわね。平気であんな嘘がつけるんだから、女って怖えよな。Yes。俺、てっきり本当にイネスに子供がいるのかと思ったよ。あら、あんなのは大した嘘じゃないわ。自分自身を騙す嘘に比べれば。 体凍ってるよ。大丈夫？この程度なら問題ない。では皆さん、私たちは救護院に薬を届けに行きます。お世話になりました。こっちこそ。ありがとう、オーブさん。本ちゃんと体大事にしないとダメだよ。 アンも注意しろ。お前の戦闘力で。
ゼロム兵に向かっていくのは無謀すぎる。True。よし、俺たちはまずカルセドニーの居場所を突き止めよう。メテオライトめ、生徒にまでやってきたか。でもチャンスじゃん。あいつらを証人として捕まえればさ。隊長が陛下を傷つけちゃったのもスピルーンが暴走したせいだって分かってもらえるんじゃない？教師様に報告し、決勝騎士を動員して捕らえましょう。いや、それはダメだ。父上はあの少女の力で軍を潰し権力を独占するつもりだから。そしたらパライバ様の立場が今より悪くなるもんね。っていうか、そもそもそんなこと隊長のプライドが許さないよね。いいよ、あいつらには借りがあるしさ、あたしらでやっちゃいましょう。 Oh, you ready to get your ass kicked again, bitch? わかりました。我々だけで決着をつけましょう。しかし、地の利だけは取るべきです。よし、あの場所でメテオライト一行を迎え撃つ。今ほとんどの決勝騎士は城門の警備に回され、邪魔は入らないはずだからな。Oh, goody. イネス、やっぱり嘘をつくのは良くないよ。でも私の嘘がなかったら、あなたはここまで旅を続けてこられたかしら？そう言われればその通りだけどさ。イネスは人に嘘をついても平気なの？ええ、全然平気よ。やっぱりイネスは嘘つきだ。本当は平気じゃないはずだよ。シング、あなたって悪い女に騙されちゃいそうで心配だわ。うわあ、苦しいよイネス。俺、女の人に騙されたりしないよ。だってイネスも琥珀もベリルもいい人じゃないか。そうね、琥珀もベリルもいい子たちだものね。 Oh, where are we? Okay guys, if you guys are looking for the Prinseur beauty, I think that's what I missed. So I'm gonna paste this in here, probably at the beginning when they enter Prinseur, cause this is there, it is where it's at. So I'll show you here right now. You go down this way into the soldiers outpost right here, and you go left up here. Yeah, I found it wherever you uploaded the last save, and I was like, wait, so if I go out that city, I missed the whole thing. So I loaded up, so I probably do battles and stuff over again, and to the point where I can't I got that last saved. Yeah, so here it is right here. Hope you enjoy. こんな景色を目にしたら画家として我慢できないよ。ねえお願い、ちょっとだけスケッチさせて。いいね、さすがは古城の都シャルロンと並ぶ美しさを誇るプランスールだな。知ってる琥珀、プランスールって海峡に架けられた橋の上の町なんだよ。このプランス海峡は激流で有名で、橋を渡すのは不可能って言われてきたんだけど、十数年前にマクス帝国が総力を挙げて橋だけじゃなく町まで海峡の上に作っちゃったんだ。しかも皇帝様はこの町をバレエや教の生徒として教会に寄付したんだよ。
つまりこの町は帝国の力とバレイヤ教の影響力の象徴。あれ、どうしたの琥珀。高いの怖いよ。そうか、琥珀は高いとこが苦手だったごめんよ、僕つい絵に夢中になって。もう行こうか。Okay guys, now I'm gonna catch up to my saves, so I'll be back. I'll probably just post this up in like one of the earlier videos. So yeah, that must have been the gate right there. Yeah, totally get you there. Like, wait, pause. You can't fall in love? Wish that was... She's like, hello. He's like, welcome! Well, look how much money that is. Thank you, sir. Like boo to the who? Why do men wear that? That's for sure. But like, be blessed to be blessed. Dude, I hate when these things fall on my face. Those eyes. Hmm? The guy's eyes. Some artist will know. I'm trying to figure out where you're going. Animation. Look like Axe Academy. Oh, the boy with the fire.
rid of carrots.教会の人たちって軍の攻撃を警戒してる割に町の中は随分手薄だよね。きっと戦力を縄文に集めているのよ。この生徒は少数精鋭での防衛を考えて設計された町だから。それに教会はゼロム憑依兵の存在を知らないから油断もしてるわね。油断って。 あの兵隊の力は結晶騎士並みだよ。しかも数だってきっと相当多い。おい、そこの小さいの。ボールを拾え。ごめんなさい、お姉さん。ボールを拾ってくださいでしょ。 この小さい変な帽子いいから早くボールを拾え。そうだそうだ、早くボールを拾ってください。違った、拾え。礼儀を知らない奴らだな。ちょっと口の利き方を教えてやる。へへ、やれるもんならやってみろ。むっこー。何やってんだ。おい、ベリル、 くだらねえことやってると置いてくぞ。お前は、おわ、何すんだよ。どうした、ペリル。ペリドットネイちゃん、言われた通り一番弱そうなのをおびき出したよ。よーし、スピン、ネル、よくやった。あー、みんなごめん。 てめえはペリドット、また人質を取る気か。違う、あんたら手配されてるくせに堂々と歩き回りすぎだっての。ここに呼んだのは人目を避けたかっただけだよ。カルセドニーはどこだ。ふん、そう慌てなさんなって。やあやあ、我らバレイヤ教結晶騎士団第13小隊は 新具メテオライト一行に対し正々堂々の決闘を申し込む。当方がかけるはコハクハーツのスピルーンなり。貴公らにはスピルーンに隠された秘密の公開をかけてもらう。いざこの決闘、否だ。何があっても、リチア様の情報を公開するわけにはいかん。おいおい、危ない仲間が増えてんじゃないの。 決闘もできない卑怯者め。ペリドット姉ちゃんに代わって俺が相手だ。ネルも相手だ。待て、その決闘受けるよ。そうこなくちゃ。決戦の場所はサンテクス大聖堂最上階の間。何せ大聖堂だしね。 あんたたちが死んだらすぐに葬式を挙げられて便利だろ。へ、何言ってやがる。俺たちの葬式の前にてめえの葬式あげるはめにならねえ。へん、この個人史上最強のペリドット姉ちゃんにそんな口聞いて後悔するなよ。後悔しないです。死ぬなよ。ごめんよ、ネル。騒がせたせいでまた発作が出ちゃったね。 They're gonna make us like her. Nope, I'm not gonna like her. She's a little bitch. ネルの面倒は俺たちが見るよ。ペリドット姉ちゃんは教会の敵をやっつけてね。何ですか、騒がしい。
と思ったら、やっぱりペリドットが帰ってきてるのね。やば、うるさいのが来た。とにかくあんたら、腹決めて大聖堂に来な。いいね。Syria, yeah. Didn't she tell you we kicked her ass before? Song in this city. So calming, like. Is there anything else around here? You shut up. Who has the title? Oh. Easy mark, that's what's funny. Okay, we didn't get it yet. So let's check this up here on the stairs. Oh my. So, okay, thank you. Well, we're leaving now. There's nothing else we can do in here. Y'all just saying, you're welcome, but we still doing with the constable. Well, it's then. Make a lot of money in this place because it looked like another Colosseum. Doors not go, can't go in the doors? Well, that sucks. Excuse me? Thank you.
Let's see if we can get to the top. Oh, you won't be able to marry, girlfriend. この最上階にカルセドニーがいる。あの野郎から琥珀のスピルーン取り戻さなきゃな。さあ、行くか。 What we gotta beat him up for? 何が正々堂々の決闘だ。思いっきり決勝騎士が待ち伏せしてるじゃねえか。でもカルセドニーとは決着をつけなきゃいけない。ここは強行突破を提案する。 ああ。ああ。言うと思ってたけどやだな。 Gonna be beating all those asses. Hey, those holes have a weird shape. Maybe they're supposed to have something placed in them. Could this be it? It's gotta be. Let's try it out. Facing soldiers. Okay, we gotta find some whales, looks like. The magical palace! Damn it, it keeps flying in front of my eyes, like, the fuck. It's a, do these places have somewhere else? You don't like him, what's up? Oh, there goes the blue one. See if the
other ones on the other side. Excuse me, guys. Hopefully it will leave me alone for a while. That was scary. Sorry guys, this gnat will not stop leaving me alone. No matter how many times I spray something. Let's say I go back down. Say, give me that XP. Keeps you shattered. So let's do it, go. So yes, yes, yes. Okay, this is the third one, right? So the fourth one may be coming around. Da, da, da. Got the red one.
突破は容易だ。輝きの使命、やっぱエンルジャー負けられないから、はえはさあ早く帰って宿題だ。 Don't start on my nerves. Oh, calm down.油断は禁物だ。歌い切るし、流星超攻撃し、しすごい敵大人が、よし、メンジュー展開、So we go anywhere, anywhere we want. This is funny. But like, give her that money. Give him that life bottle. This one resembles life and wisdom. Nope, look, we gotta find one more. Everybody's wearing glasses. Spiria were that way, so. So open up. Tiger! Yeah, we guess. Forgot that was that one on the other side of that gate.
zombie style. And killed them all. Finally, we got the yellow one. Let's go back to the middle room. So the tired monk. Oh, damn it. Toppa wa yōi da. Discontinued. The spell casting. Here we go.
Here we go. Machi kaneta zo. Shingu meteorite. Calcedony. Kohaku no spiruun o kaese. Watashi ni kateta ra. Estrega de no ketchaku. Yoyaku tsukeraleru. Sa. Meteorite.今こそ互いの思いをソーマの力に変え。どちらのスピリアが強いか確かめる時だ。望むところさ。なんだか嬉しそうだぞ、カルセドニー。メテオライト。貴様もな。Well, I'm by myself. 全力で来い。 Oh, I love the song. スピルーンの返却をせよ。 強くなれた。 俺は強いスピリアを育てる。 カルセドニー、 俺の、 いや、 俺たちの勝ちだ。 俺たちの勝ち。 お前のソーマには思いを共にした仲間の力も宿っているのだな。いいだろう。私の負けだ。約束通り、スピルーンは返そう。さあ、持っていけ。てめえ、何しやがる。よくやった、バイロクス。 あくまで自ら決めた道を歩むというのだ、カルセドニー。父上、なぜここに。私はその娘を確保せよと命じたはずだぞ。カル様、申し訳ありません。私が報告しました。バイロクス。はあ、何それ、聞いてないよ。 カル様のためです。この者たちを何としても捕らえねば、パライバ皇帝陛下に対してカル様の身の潔白が示せません。いいえ、それは違うぞ、バイロクス。そんなものは軍が我ら教会を攻撃するための口実に過ぎん。軍を倒してしまえばどうにでもなる。それよりも重要なのは、その娘の確保だ。アイオラの娘に宿るリチアの力こそ、 余が十数年探し続けてきたものなのだからな。アイオラ、あなたはお母さんとリチアを知ってるの？
アイオラやゼクスとは古い知り合いでな。じいちゃんだけじゃなく、琥珀のお母さんとも。でも、軍が総末使い並みの力を持つゼロム憑依兵を実戦投入してることは、まだご存じないみたいね。なんだと？申し上げます。帝国軍主力と思われる部隊が城門付近に展開中。その数、およそ10万。帝国軍の主力部隊？本当に戦争が始まっちゃうよ。グロシュラメ、ならばなおさらリチアの力を手に入れねばな。カルセドニ、何の真似だ。バイロクス、スピルーンをメテオライトたちに返すんだ。しかしカル様。頼む、返してやってくれ。これは僕のけじめなんだ。そのようなけじめなど現実を知らぬ者のざれがと。軍の攻撃が始まったのか。教師様、至急騎士団にご指示を。この席は追ってもらうぞ、カルセドニー。ここから先は教会と軍の問題だ。お前たちはすぐにプランスールから脱出しろ。部下が卑怯な真似をしてすまなかった。その少女、琥珀の回復を祈る。奴の意見に同意する。速やかにこの町から脱出すべきだ。イネス、今教会と軍がぶつかったら。物量差で軍の圧勝ね。仕掛けたからには結晶騎士と同数以上のゼロム憑依兵を揃えていると考えるべきだもの。でも憑依兵を使ってもこの町の城門は簡単には突破できないはず。籠城しつつ和平交渉の道を探るしか教会の生き残る道はないと思うわ。おい待てよ。キャラバンの家族を襲った連中に教会のやつがいたろ。ああ、もしかして、もしかしてだよ、あいつが裏切り者で城門を開けたりしたら。市内が戦場になる。そんなのダメだよ。この戦争を止めたい。俺たちも門へ向かおう。Where are we gonna fall in that?Okay guys, I'm gonna save here, and next up we're gonna see if we can stop this little attack on the church, people's place, or whatever this is, the holy city.